はい、雨宮です。今日は GR スープラの MT モデル500台限定車ですね。A91 エディション。このスープラのね、MTCO が横浜の赤レンガで開催されていたルボランカーミート2022でですね、初めてこの場でお披露目されるということで、GR スープラの仲間と実車を見てきましたので、その話をちょっとしたいなと。で、まずパッと見の印象なんですけど、まあ、正直に言うと、だいぶ軽い感じがしました。 マットホワイトのマットがね、かなり純白に近い色だったっていうのもあると思うんですけど、まあ、プラスね、晴天だったっていうのもあるかもしれませんが、想像していたよりも高級感はちょっとなかったなっていう感じがして、まあ、パールホワイトの方が、あの、ちょっと高級感があるんじゃないかなっていう気がしました。 で、一方で、内装のタンカラーは、これはね、すごい良くてですね、あの、こちら本画ということもあって、かなりスープラの内装の印象が変わってましたね。で、またね、MT になったことで、センターコンソールのスイッチ類の配置が変わっていたり、ダッシュボードにつながるアームの部分の高さの形状がね、変わっていたりと、まあ、若干の仕様変更があったようです。 で、またね、センターの奥の部分がワイヤレス充電になってましたね。こちらね、あの、今までの仕様だと、まあ、ただの小物入れになっているんですけど、こちらはもともとね、米国仕様では標準装備されていたようなんですけど、こちらも日本でも標準になるのかなと思います。もしかしたらね、限定グレードだけになっちゃうのかもしれないですけど、日本で発売されるといいですよね。 で、そして、それ以外の変更点としては、まあ、来ていた GR の方とお話をさせていただいたんですけども、サスペンションのチューニングがされていたり、まあ、ホイールもね、最近の GR シャと同じデザインのホイールになっていました。まあ、ただ一方で、エアロとかですね、外装関係で、まあ、それ以外の変更っていうのはなさそうでしたね。で、相変わらず、ゲートは外から開かないと。これはね、現 GR スープラオーナー一同ね、みんな同じだと思うんですけど、非常に不便です。 これね、なんとかなんないのかなっていうふうに、オーナー一同は思っておりますのであの、ぜひね、何らかの形で改善できれば嬉しいなと思っております。そしてですね、肝心の価格と発売時期なんですけど、まず価格は現状の2022年モデルとほとんど変わらないということで、販売時期はまあ夏ですね。で、デリバリーは年内開始ということのようです。まあ、実際ね、これね、選択肢としては買い替えるのか。 まあもしくはどうなのかと。まあね、オーナーさんともでもみんな迷うところだと思うんですけど、今回のね、マニュアルミッション、こちらは BMW のラインナップの中には、そのまま使えるミッションはないということで、実際新たに設計をし直したミッションということだそうです。でね、まず言えるのはですね、乗ってみたい。いややっぱりね、乗ってみたい。そしてこうなるとね、やっぱりなんとかその機械を作りたいなというふうに思いますよね。まあということでね、少しね、頑張ってみたいなと思います。 今年はスープラオーナーズクラブの方も、まあ、すっかり活動できてないんで、まあ、スープラメンバーにもですね、もう僕が86ですよね、なんて言われるようになってきちゃったんで、まあ、そろそろね、スープラ活動もしていきたいと思います。それでは、雨宮でした。